1> 春一番、商売繁盛は、毎日放送で1989年により、毎年1月4日に放送されている、正月特番である。ナンバーグランド花月や吉本漫才劇場、吉本擬音花月から、若手、ベテラン問わず、吉本工業所属の芸人による漫才やコント、落語を中心に、西川清と、ハイヒールリンごとのトークやゲームを交えて放送する。 2012年から2015年は NMB48 劇場内に特設スタジオを設置して放送したが2016年はナンバグランドカ月の地下1階にあるイエスシアター内に特設スタジオを設置して放送した番組最後は例年桂文鎮が新作落語を披露するのが恒例となっているオール阪神民放でも番組出演取りやめスポーツ放置 http ホチ読売 COJP エンターテインメントニュース、2012万 12, 1231-ht00142 htm フロムイコールリレーテッドありがとうございます。